その時自分が負ける可能性を見た奴はプライドをかなぐり捨てたらしい。こうなったら手段を選ばねえ。負けるよりマシだ。なんとアジトに隠していた日本刀を取り出しやがった。負けてたまるか、クレバヤシ。なんという凄まじい踏み込みだ。こんなもの一体誰が。次の瞬間放たれたのは雷帝のごとき一刀。